おはようございます。シネマトグラファーの畑です。今日はプロの世界でもまだあまり知られていない炎色評価指数というものについて、その代表的な6つの規格を紹介していきたいと思います。これは光の色を数値化するもので、写真や映像のライティングに役立つものになります。正直少し複雑な内容なので、逆に早めに理解しておくことで周りに差をつけられるポイントにもなるかなと思います。では早速始めていきましょう。まずは炎色評価指数ってそもそも何っていうとこから話をしたいんですけれども、炎色性っていうのは光がどれだけ色を忠実に表現できるかっていうものを表す用語になってます。で、その炎色性っていうものを数値化して比べられるようにしているっていうものが炎色評価指数になります。で、この炎色評価指数を計測するスペクトロメーターっていうものがあるんですけど、これのデータっていうのを見ていろいろと判断するので、ざっくり触れておきたいんですけど、露出系っていうのは光の強さを測るメーターなんですけど、このスペクトロメーターっていうのは光の色を測るメーターになります。で、これで計測をすると、例えばこんな感じのデータが得られます。SSI と TLCI、TM30 とか、いろんな形でデータを表示することができるっていうものですね。で、これを見ることで、最近の映像とか写真とかの光の色をちゃんと管理することができるっていう感じになってます。で、早速ここから炎色評価指数のお話なんですけど、まず最初、最も有名で世界中で使われているものっていうのが CRI っていうものですね。Color Rendering Index っていうもので、日本語に直すと炎色評価数っていうものです。で、これはマンセル標色系っていうのがあって、色見本みたいなものですね。それの色をサンプルにして、人間の視覚を基準にして作られた規格っていうところが一つ大きなポイントになってます。で、この CRI は大きくは2つあります。1つはこのマンセルの標色系のうちから8色を選んで、この8色で光の色を評価するっていう RA っていうものですね。平均炎色評価数っていうもの。で、これが一番今世界で使われている規格になります。これは撮影用じゃなくても家庭オフィス用とかの照明の LED とかそういったものにも必ずこの CRI っていうものが書かれてて、だいたい CRI って書かれてるものはこの RA のことだと思っていいと思います。この8色で光の色を計測して、それの平均値をスコアにしてるっていうことですね。100点満点中何点かっていう、そういう基準です。まず一つこれが一番有名なものです。で、次に有名なのが、この特殊炎色評価数っていうものですね。RI っていうものです。で、これは RA と何が違うのかっていうと、まず色のサンプルをさらに7色追加して15色に増やしてますっていう、ここが一つ大きな違いです。で、あと、もう一つ大きな違いとしてあるのが、RA の方はこの8色の平均のスコアで評価するものなんですけども、この RI っていう特殊炎色評価数の方は平均値じゃなくて、一つ一つこの15色を個別に評価しようっていう、そんな感じになってます。で、これをカラーメーターで測るとこういったものが出てきます。で、この15色、これを100点満点のスコアにして表してるっていう、こんな感じになってます。これが RA と RI の違いになります。で、めちゃくちゃややこしいんですけども、ここに RE ってやつもあるんですね。で、RE ってやつはそこまでメジャーじゃないんですけど、たまにレビュー記事とかに書いてある指数です。で、これ何かっていうと、 RI っていうのはこの15色それぞれ単独で評価するっていうものなんですけど、 RE っていうのはこの15色の平均値っていう、そういう評価になります。だから RA と RI の間みたいな、そんな感じの評価をする規格になります。で、CRI の何を注意してみればいいのかっていうことですよね。どこをどう見ればいいのかって全然わかんない。あとはこのスコア何点以上だったらいいのかとか、そういったことも全然わかんないと思うんですけど、一つ有名なものとしては、ここの3色だけ注意深く見てくださいっていう3色があります。R9 っていうものと R13 と R15、 この3色は重要な指標になりますっていうふうに言われてます。で、何かっていうと、 R9 っていうのは真っ赤な色で、 R13 っていうのは西洋系の人種の肌の色で、 R15 っていうのはアジア系の人種の肌の色。この3つの色のスコアが高いと炎色性が高いライトっていう風に言えるよねってことが今世界中で言われてます。なので、ここのスコアを見ていくわけですね。だから15色ぐらいあるんですけど、見るとこはもう3箇所だけです。R9 と13と15。この3つを見ればいいっていうことになります。で、この CRI の数字っていうのは一応95以上が高品質というふうに言われてます。まあ、デジタルシネマって割と映画とか広告とかミュージックビデオとか映像の質感みたいのがめちゃくちゃ重要視されるような作品だと95以上が望ましいってことですね。で、この CRI っていう数値は人間の感覚をベースにした測定法っていうのを使ってるんですね。まあ、これ実際人が一回一回そのライトを見て評価するってものじゃないんですけど、この計算式自体が明確な差として出るのがプラスマイナス5ぐらいっていうそういう方式になってるので、なのでプラマイ5ぐらいは誤差の範囲と思って、だいたい95以上のスコアが出てたらそのライトはめちゃくちゃいいみたいな、そういった感覚で見るのがいいかなと思います。で、この RA っていう世界で一番有名な規格で、これはまあどのライトのスペック表にも書いてあるんですけど、評価としてはこんな感じになってます。この RA っていうのは家庭用とか、あとオフィス用のライトとか建築とか美術館とかそういったものの環境で光の色を評価する上では全く問題ないものなんですけども、写真とか映像分野では信頼性が低い指標とされているってことですね。で、その理由は次に説明する TLCI っていう規格が生まれたそのいきさつっていうのを見るとすごいよくわかります。このカメラ基準の標準規格 TLCI っていうタイトルをつけてるんですけど、これは何かっていうと CRI っていうのは先ほど言ったみたいにこの人間の目で評価するものなので、カメラ基準で見たらそれって結構違った結果になるよっていうのを、まあ、テレビ業界の技術者が気にしていて、で映像に特化した規格っていうのを作ったんですね。でその規格っていうのがこの TLCI ってものになります。でこれは CRI と何が違うのかっていうと、まず一つ大きな違いはサンプリングする色を違うものでサンプリングしてます。カラーチェッカーっていう X ライトのカラーチャートがあるんですけど、その18色をサンプリングして評価するっていうものになってます。で、これが一つ違いとしてあるんですけど、一番大きな違いとしてあるのは、CRA が人間の視覚を基準にしているのに対して、この TLCI っていうのは CCD のカメラのセンサーっていうのを基準にして作っている規格になってます。で、これどういったことかっていうと、こんな感じですね。これ人間の目が光の色を感じる場合にだいたいこういう特性で捉えますよっていう曲線がこんな感じなんですね。で、これを CCD カメラに置き換えてみると CCD カメラは色をこういう感じで捉えますっていうこの曲線があって結構違うんですよね。だからそもそもこっち基準でやったらいつまで経ってもカメラにマッチする規格にならないっていうことで作り直したっていうのが TLCI っていうものです。ここが一番大きなポイントですね。で、TLCI も先ほどの CRI の RA とかと同じように100点満点で評価します。表示としてはだいたいこんな感じになります。結構シンプルで、ただ単純にこの数字が出てくるだけですね。99とか。高ければ高いほど炎色評価としては高い評価ってことになります。で、だいたい一緒に分光スペクトルも同時に表示されるようになってて、この分光スペクトルが出るのには理由があって、この TLCI っていうのには補助機能として TLMF っていう機能があるんですね。で、この TLMF っていうのはどういう機能かっていうと、異なるライト同士の色ずれを測るものってことですね。例えば A というライトと B というライトがあったら、そのライトの色っていうのはどれだけマッチしてるかっていうそのマッチング率っていうのを測るための指数になってます。で、今まさにその画面になってるんですけど、まあ、A っていうライトをこれだとしますね。LED ナンバー1って書いてあるライト。で、このライトと今測った B のライトがどれだけマッチしてるかっていうことで、A のライトはここの黄色い曲線として現れてます。これと今のライトがどれだけマッチしてるかっていう指数がこれってことですね。ということで TLCI はそんな感じでカメラのイメージセンサーを基準にして作った規格っていうことで、これは CRI の次ぐらいに有名な規格で、撮影用のライトのスペック表には必ず書いてあるものですね。続いて、これちょっとオルタナティブというか、ちょっとだけマイナーな企画なんですけど、SSI っていう企画があって、簡単に言うと、スペクトルがどれだけ似てるかっていうのを指数化するっていう、そういったものになります。で、これはどういうことかっていうと、2018年にアメリカのアカデミー賞を運営しているデジタルシネマ業界の団体っていうのが、この企画を作ってますってことですね。で、この団体が言うには、まず 3CCD のカメラって今時使われてないよねっていうのを一つ言ってて、最近全部 CMOS センサーでしょっていうことで、そういったものに全く左右されないような企画っていうのを作った方がいいんじゃないのって言って作られたのがこの SSI っていうものです。で、これまでの CRI とか TLCI っていうのは100点満点のスコアで評価するものだったんですけど、まあ、この SSI も一応100点満点で評価するんですけど、必ず先ほどの TLMF みたいに A のライトと B のライトを比較してどうだっていう、そういう評価をする企画になります。人間の視覚やカメラなどの基準を持たないため、サンプル色っていうのはなくて、この分光スペクトルのデータを比較することで、相対的な評価をするっていう、そういう企画になってます。これの主な使い方としては、まあ、A のライトと B のライトがどれだけ近いかっていうのを測るっていうことはあるんですけど、これ前回の配信でお伝えした標準光源っていうのが業界で定められてるんですね。まあ、モニターの色の規格でもある D65 とか D93 とかそういったものがあると思うんですけど、理想的な光の成分の分布っていうのがあって、それと計測したライトがどれだけ近いかっていうのを測るっていうことで使われてたりもします。で、この CIED50 っていうのは5000ケルビン基準の理想的な光の成分っていうことですね。これと今測ったライトが分光スペクトルの光の成分的にどれぐらいマッチしてるのかっていうのを測ります。で、こういうグラフとしても表示されますし、あとはスコアとしても表示されるっていうことです。という感じで比較をすることで評価するっていうのが SSI っていうものですね。で、続いてですね、これも結構個人的には重要な企画だと思うんですけど、TM30 っていう企画があります。で、この TM30 っていうのは、特徴としては、このリアルな生活空間にある99色っていうのをサンプリングして、で、これもまた人間の視覚を基準に作られたものっていう風になってます。で、このサンプル色の取り方が面白くって、まあ、例えば、コカ・コーラとか、オレオとか、実在する商品っていうものに近い色をサンプルしたりとか、あとは食べ物の色だったりとか、木とか空とか水とか、そういったものを99色サンプリングして、で、この99色で比較するっていう、そういう仕組みになってます。で、この仕組み、ただサンプリングする色が増えただけって思いがちなんですけど、一番重要なのはここですね。このちょっとタイトルにもなっている色の鮮やかさ、彩度と色相、どれだけ色がシフトしてるかっていう、この2つを測れるっていうのがこの TM30 ってことです。で、これは非常に重要で、例えばこういうことですね。先ほどの CRI っていう指標で A のライトと B のライトを測った時に、同じ82っていうスコアが出ましたという時に、これって全く同じ光なのかっていうと、比率が全然違くって、例えばこっちの B のライトだと黄色と青全然出ないなとか、そういった違いって出てきちゃうんですよ。っていう差をなくそうとして違う指標を取り込んでるのがこの TM30 ってものですね。で、3つ指標があって、1つは色の忠実度っていうのを測る RF っていう指標ですね。で、もう1つは鮮やかさを測る RG っていう指標。で、それをこういう感じでビジュアルでグラフ化しているっていうカラーベクターグラフィックっていうこの3種類の指標で評価するっていうのがこの TM30 です。これはどういうふうに見ればいいかっていうと、この忠実度指数 RF に関しては、これは100点満点で同じように評価されて、数字が高い方が自然光の色と同じですよっていう、そういう意味合いになります。で、これは点数と一緒にこのグラフを見るっていうことになると思うんですけど、こういうカラフルな平面にこの丸が書いてあるんですね。で、これ、正円の状態が一番自然光と近い望ましい形っていうことになります。それからどれぐらいずれてるのかっていうことで、色の忠実度っていうのと鮮やかさっていうのを評価します。で、こう見ると左側のこの円は右側の方が歪んでますね。オレンジから紫にかけての部分が歪んでて、ここに矢印が書いてあるんですけど、こっち方向に色がシフトしてますよっていう、そういう意味合いになります。で、これが全くシフトがなくて、まん丸な状態っていうのが、全ての色において再現性が高いっていう、そういう評価になります。で、続いてこの鮮やかさに関しては、決められた丸があって、それより内側に入っている場合っていうのは、鮮やかさに欠けるっていう評価になります。で、面白いのが、この円より外側に行く場合もあるんですね。外側に行く場合は、色が飽和してるっていう、そういう評価になります。なので、この円の場合は、ちょっと色が飽和しちゃってるっていうことですね。鮮やかすぎるっていう評価になります。自然光に比べると。で、これも100点満点の評価なんですけど、100点を超えてしまう場合があるってことですね。120点とか。そういった場合は20点分色が飽和してますよっていう、そういう意味合いになります。で、RF と RG とカラーベクターグラフィック。この3つっていうのが TM30 で見るべきポイントになるかなっていうところですね。で、6つ目は CQS っていうものです。で、これはスペクトロメーターに搭載されてないもので、有名ではあるんですけど、メジャーではないっていうものですね。で、この CQS っていうのはどんなものかっていうと、ざっくり言うと、最初に紹介した CRI のほぼほぼ同じなんですけど、ちょっとだけ良くしたっていうバージョンになってます。で、何が違うかっていうと、CRI の場合はサンプルにしている色っていうのが、結構こういう渋めな色が多いっていうところが一つ問題として挙げられてたんですね。なので、まずはこの渋めの色っていうのをやめて、鮮やかな色と渋めの色っていうのをミックスしたようなサンプルを使いましょうっていうところがまず一つ大きなポイントです。あとはほぼほぼ CRI と同じで人間の視覚を基準にして作ってるっていうものになります。なので、まあ CRI よりちょっとだけいいっていう、そういった評価指数なんですけど、スペクトロメーターにも搭載されてないですし、まあたまにこれがライトのスペック表の表記で書かれている場合もあるんですけど、そんなに浸透してないっていうものですね。ということで、この6つを覚えれば、大体のことはもうわかる状態になります。じゃあ、今までこの紹介してきた6つの規格、どのポイントを見ればいいのかっていうのがあって、これは個人的になんですけど、この6つだけ見とけば、まあ、大体のものは大丈夫っていうものがここにまとめてあります。